皆さんこんにちは、松永春菜です。今日の動画ではパニック障害の人が簡単にできる行動療法についてお話をします。私自身パニック障害と診断を受けてもう13年で、精神薬を断薬してかれこれ3年経つんですね。で、パニック障害の診断を受けるとおそらく服薬での治療がメインになってくると思うんですけど、ただ薬を飲んでいるだけだとやっぱり治りづらいものだと私は認識しているので、行動療法と認知療法っていうのはすごくね、治療に向けて役立つものだと思うんですよ。で、ちょっと結構めんどくさいんですけど、ただ薬を飲むだけではなくって、行動療法と認知療法を取り入れて少しずつ少しずつできることを増やしていくことが大切なことだと思うんですね。で、まあ、実際私が実践したその行動療法っていうのを簡単にご紹介するので、もし可能であれば今ペンと紙をご用意していただいて一緒に取り組んでいただけたらなと思います。それでは進めていきますね。まず紙、何でもいいです。本当に広告の裏とか何でもいいので紙を用意してください。で、紙を用意したらここに大きめにね、三角形を書いていきます。三角形を書いたら、この三角形を5分割したいので、横に4本線を入れて、この三角形を5分割してください。こんな感じです。4本線を引いたら、1、2、3、4、5、三角形の中に5個のマスっていうのかな、ができると思うので、一番下の欄に不安がなくてもできることっていうのを思いつくまま書いていってください。不安なくできること。ちなみに、トンプクとか飲んでる方もいらっしゃると思うんですけど、トンプクを飲んで不安なくできることなのか、もしくはトンプクを飲まずに不安なくできることなのかって迷う方もいらっしゃると思うんですけど、それは、ご自身の判断にお任せします。もちろん、この三角形を2つ作って、トンプクありで不安なくできること、トンプクなしで不安なくできることって、両方ね、書いてみてもいいんじゃないのかなと思います。私は、これをやり始めたのが薬を飲んでいた時だったので、薬を飲んで不安なくできることっていうのをまずやっていましたね。なので、頓服があるない関係なく、まあ、今自分の生活において頓服がメインであれば頓服ありでいいと思いますし、頓服なしの場合だったら頓服なしでの生活って不安なくできることをメインに書いていけばいいんじゃないのかなと思います。あまりね、固く考えずにやっていただけたらと思います。で、不安なくできることが書けたら、次、ここの下の段の上の段は、不安を感じるけれども、まあ、なんとかクリアできることを書いてください。ちょっとね、字が汚くて申し訳ないんですけど、まあ、こうやってね、不安はあるけど、なんとかクリアできることですね。うん。で、不安はあるけど、なんとかクリアできること。これが書けたら、3段目ですね。ここの3段目は、不安があって、行動に支障が出ることっていうのを書いてください。はい。不安があって、行動に支障が出る。まあね、多分、今ここにいる人が多いんじゃないのかなって私は思うんですよね。パニック障害になると不安なくできることっていうのが限りなく少ないと思うんですよ。で、不安はあるけどなんとかクリアできることっていうのも比較的少ないんじゃないのかなと思います。特に発症して間もない人。発症して間もない人っていうのは多分この不安があって行動に支障が出てしまう人が多いと思うんですね。うん。で、次この、上から2番目、下から4番目のこの段なんですけれども、ここは不安があって、で、行動を回避してしまうことを書いてください。はい。字が汚くて申し訳ないんですけど、不安があって行動を回避すること。多分ね、これ発症して間もない人はこれも多いんじゃないのかなって思うんですよね。私、発症して間もない頃って、トイレのドアを閉めることもできなかったし、掃除機かけるだけで不安感がすごく出て、発作が出たこともあるし、お風呂とかも、扉を閉めて入れなかったんで、当時ガラケーだったんですけど、ガラケーをね、119番、救急車にダイヤルをして、かけないでお風呂場に置いておいて、脱衣所に置いておいて、お風呂で何かあった時にすぐ助けを呼べるようにしていたんですよ。まあ今は全然普通に入れるんですけど、もうお風呂もほんと死ぬ覚悟で入っていたんですよね。うん。まあ、回避とまではいかないけれども、
そうだな。お風呂とか本当に大変でしたね。子供もね、まだ赤ちゃんで小さかったから入れなきゃいけないじゃないですか。本当に毎日なんか死ぬ思いでお風呂入ってましたね。で、ここの4段目のことが書けたら次最後。これはもう、今絶対できないこと。今ですよ。今現在できないこと。多分この今できないことを結構、思いつくまま書いていったら結構落ち込んでしまうと思うんですけど、ここはもう逃げないで、もう目をそらさずに、もうとことん書いていってください。もう私もね、これ書くのすごく辛かったんですけど、でもこれをちゃんと書くことによって、自分のことを客観視できるようになっていきます。で、ここまで全部書けたら、まず、この不安なくできることを増やしていきたいので、ここをね、まず、なんていうのかな、日常の中で増やしていく。で、三角形のこの底辺の部分、下の段がスタートだとしたら、ここの頂上をゴールにしたいんですね。なので、ここのゴールに向けて、自分で目標を作っていくんですよ。例えば、まあ、不安なくできることを、まあ、食事が例えば不安なくできるよっていう場合は、じゃあ、外食に対しては不安があるけど、なんとかクリアできるのか。それとも、外食においては不安があって、ちょっと行動に支障が出てしまう。例えば、まあ、とんぷく飲まないと無理とか、付き添いの人がいないと無理とか、まあ、それこそ、そうだなぁ。まあ、どこどこのお店だったら大丈夫だけど、どこどこだったらダメとか、そういうの、何でもいいので具体的に考えていって、それに対する対処法っていうのを、細かく書いていってください。で、目標はやっぱり完治。ここが完治だとしたら、まあ、今できないことをできるようにすることなので、このスタート地点をまず土台にどん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 できることっていうのを増やしていくんですね。で、これをやっていく段階で、この辺かな？不安があり行動に支障が出ると不安があって行動を回避する。ここの段階でどうしても行き来みたいなのが出てくるんですよ。そのやっぱ体調によってできたりできなかったりっていうので、ちょっと焦りも出てくると思うんですけど、これは多分、まあ治療をね、していく上で、まあ必要なことだと私は思うんですよね。やっぱ人間ってさ、絶対的に完璧じゃないので、ここが、まあ、できなかったとしても、絶対一生できないわけではないと思うんですよ。なので、落ち込んでしまったりとか、ちょっと鬱っぽくなってしまったりっていうこともあると思うんですけれども、それを抜ければまたやってみようかなって、ここがすごくね、結構きついかなって感じです。なので最初は、不安なくできることを大事に大事にして、あ、なんか今日できそうだなって思ったら、不安あるけどなんとかクリアできることをちょっとずつ増やしていく。で、ここを増やしていったら、支障が出るけど、まあなんかやってみようかなっていうことが、ちょっとずつちらほら出てくるんですね。で、不安があって行動に支障は出ているんだけれども、今まで回避していることをやってみようかなってなるんですよね。で、この回避していること、回避している方、今できないじゃないですか。で、回避していることができるようになれば、この今できないことができるようになっていくので、まあ、ここができたから完治っていうわけではないですけれども、自分の中でこうやって目標を決めていって、行動を徐々に徐々に進めていくっていうのが行動療法になります。で、行動療法をしていく上で大切なのは、認知療法というものなんですね。まあ、認知療法っていうのは、私別の動画でもお話はしているんですけれども、自分自身の不安っていうのを客観視して、それに対する対処法っていうのを身につける術なんですよ。私がお勧めしているのは、この心が晴れるノートっていうものなんですけれども、精神科医の大野豊さんが書いているものなんですね。なので、心療内科とかってさ、まあ、2週間に一遍だったり、1ヶ月に一遍だったりとかで、その時のさ、体調の変化とか、心の変化とかって、その都度その都度先生に話すことって難しいじゃないですか。でも認知療法って自分が好きな時にできる、セルフコントロールって言えばいいのかな、自分の心をコントロールするものなので、お医者さんに頼らずに自分でその不安を、解消したりとか対処することが可能なんですね。まあ、もちろん、お薬を飲んでいる人はお薬でその不安を取っ払うっていうことも大切なことだとは思うんですけれども、まあ、認知療法をしたからといってすぐにね、薬が
必要じゃなくなるとかそういう話でもないんですが、これを徐々に徐々にコツ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 進めていく上で、少しずつですけど、トンプクに頼らなくてもできそうかなとか、トンプクに頼らなくてもこの不安は自分で対処できるかもしれないなっていう風にね、自分の不安をコントロールすることができます。私もね、この本に出会ったのはまだちょっと服薬をしていて頃だったんですけれども、ちょうど弾薬の時期とね被ったんですよね、これをやっている最中で。やっぱりすごく大変だったんですけど、この本に出会ってなかったらちょっと弾薬は失敗していたのかななんて個人的には思っています。で、この本の中身っていうのは書き込み式になっているんですよね。で、まあ、こんなようにね、ちょっと分かりづらいですけど、こういう風にコラムみたいな感じで自分に起きている不安ですとか、まあ、ストレスとか、そういうのを、まあ、事実として書いて、じゃあその事実に対してどういうふうに対処をするかみたいなふうに、こういうふうに書き込み式になっているんですよ。で、こうやって書くことによって、自分の行動療法も、客観視することができるし、この不安に対しても客観視することができるんですね。なんだこんな私、こんな単純なことで不安になってるんだって思うこともあるんですけれども、そんな単純なことって思っていたとしても、実際自分が抱えているその不安っていうのは、自分自身はそんな大したことないわけじゃないんですよね。すごく、やっぱり、日常生活に支障が出るぐらいの不安だったりするので、それをやっぱりお薬の力だけではなくって、自分でコントロールできるようになればもっともっと生きやすくなっていきます。うん。で、この本なんですけれども、多分本屋さんとかで普通に売ってるんじゃないのかなと思います。図書館とかにもあるのかな。ただ図書館だと書き込みができないので、できれば自分で購入をしてこれをお守り代わりにしてみるといいと思います。もちろん、この大野豊先生の考えのもと書かれているね、対処法とか、まあ、リラクゼーションっていうのかな、のやり方とかいろいろ細かく書いてあるので、本気でパニック障害を治したいとか、ちょっとお薬の量を減らしたい、弾薬したいっていう方は、お守りにぜひやってみてはいいんじゃないのかなと思います。概要欄に、Amazon と楽天のリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。で、行動療法なんですけれども、これをまず書き終えたら、この紙は取っておいてください。で、できたことに対してメモを書いておくといいです。すると、今までできなかったことに対してできることが増えてくると、あ、どんどん私できていってるじゃんっていうふうに、自分のことをこう可視化することができるんですね。なので、この三角形、もし書いたら、とりあえず大事に取っといて、できたこともぐちゃ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 書いていっていいと思います。これはね、人に見せるものじゃなくて、自分だけが見るものとして書いていった方がいいんじゃないのかな。思います。やっぱ人に見せるとさ、こんなことであれなのとか、やっぱ言われる不安があるじゃないですか。なので、できたら、さっきね、なんか広告の裏とかでもいいって言ったけど、できたらノートとかに綺麗にまとめておいた方がいいんじゃないのかなと思います。ちなみに私はね、なんか子供が使ってるような自由帳みたいなのに、もう殴り書きで書いてたんですよ。こういうのあんまり丁寧に書くの好きじゃないので。で、まあ、パニック障害とか、そういう病気になってしまったら、自分の症状とかをメモすることも大切なので、その都度その都度、今日はどうだった、ああだったっていうのもね、書いておくといいと思います。ね、そのことについて話している動画もあるので、一緒にチェックしていただけたらなって思います。はい。今日の動画は以上です。ぜひね、今日教えたことを行動療法に活かして実践していただけたらなと思います。で、決して無理はせずに、自分のペースでゆっくり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 進めていってください。この動画が参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。